フランク・ミュラーね、時計を作る人が時間なんてないっていうのが面白いですね。時間は人間が作っているって時計を作ってるわけですからね、ちょっと符合するものもあるなと。で、今回はね、滝沢賢治、スクールウォーズの先生ですけども、やり直すのに遅いことはないって言葉があるんですよね。それは散々暴れまくってラグビー部をずっと揺るがしていた水原が、やり直すことできるかな、俺ラグビーできるかなって時に言った言葉ですね。まさにそうじゃないかと思いますね。じゃあ